こんにちは。こんばんは。この動画では、主にうぷ主が購入してきたゲームを開封、紹介していくぜ。俗に言う、開封動画ってやつです。動画内で価格の参考に、駿河屋と、Amazon の販売価格を表示しますが、駿河屋では送料抜きの値段、Amazon は送料込みの最安値の値段を参考にしています。ゲームの値段は変動しやすいので、あくまで目安程度に留めていただきたいです。そうね。第13回目は、ゲオスーパーセールの購入品を紹介するぜ。ゲオの購入品紹介は初めてね。ああ、年始のスーパーセールは行けなかったので、今回は久しぶりに行ってみたぜ。最近は毎月やってるんじゃないかってぐらい、スーパーセールを連発してるわね。セール時にしか購入しない人が多いからかもしれないな。まあ、うぷ主もそのタイプだから、あまり言えないけどな。じゃあ、早速紹介していくぜ。PSP 用、AC アダプタ、純正品。購入金額は、税抜きで240円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、360円、Amazon、500円、だったぜ。これは少しだけ安く購入できたわね。ああ、そうだな。PSP の充電器の接触が悪くなってたから、ちょうど良かったぜ。1点目は以上だぜ。次はこちら。任天堂 DS 用ソフト、流星のロックマン、ペガサス、箱、説明書あり。購入金額は、税抜きで240円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、460円、Amazon、229円、だったぜ。これは、Amazon の方が安かったわね。ああ、まさかこんなに安いとは思ってもいなかったぜ。でも、これぐらいの差ならほぼ一緒だから、いいのいいの。まあそれに、ハガキやチラシとかも全部揃ってるからよかったぜ。状態は良さそうね。2本目は以上だぜ。次はこちら。ゲームボーイアドバンス用ソフト、ピノビーの大冒険、ソフトのみ。購入金額は、税抜きで40円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、400円、Amazon、180円、だったぜ。安っ。金額が、まさかの2桁だぜ。ゲームボーイアドバンス用ソフト、チョコボランド、ソフトのみ。購入金額は、税抜きで140円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、400円、Amazon、350円、だったぜ。これも安く購入できたわね。ああ、普段はあまりソフトのみは買わないけど、安いしいっぱい買ってみたぜ。まあ、この値段なら買ってもいいかもね。このソフトは、箱節付きでも1000円前後で買えるから、綺麗なものが売ってたら購入しようと思ってるぜ。4本目は以上だぜ。次はこちら。ゲームボーイアドバンス用ソフト、クラッシュバンディクー、アドバンス、ソフトのみ。購入金額は、税抜きで140円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、売り切れ、Amazon、368円、だったぜ。これも安いわね。ああ、アドバンスソフトは、スーパーセール中が狙い目かもしれないな。そうね。5本目は以上だぜ。次はこちら。ゲームボーイアドバンス用ソフト、クラッシュバンディクー、爆走ニトロカート、ソフトのみ。購入金額は、税抜きで390円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、売り切れ、Amazon、1199円、だったぜ。これは、かなり安く購入できたわね。ああ、今回購入した中で一番当たりだったぜ。これは比較的珍しいソフトだと思うぜ。ほとんど見かけたことないわね。ああ、そうだな。6本目は以上だぜ。次はこちら。ゲームボーイアドバンス用ソフト、ボンバーマン MAX2、MAX バージョン、説明書、ソフトのみ。購入金額は、税抜きで190円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、800円、Amazon、780円、だったぜ。これも安く購入できたわね。ああ、これは説明書もついていたから購入したぜ。説明書は少しボロボロね。まあ、ないよりかマシかな。
あとは箱のみを見つければ、箱説付きにクラスアップするぜ。これなら、箱説付きを見つける方が簡単かもしれないわね。うるさい。は。7本目は以上だぜ。次はこちら。ゲームボーイアドバンス用ソフト、ドラゴンボール Z、武空闘撃、説明書、ソフトのみ。購入金額は、税抜きで190円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、売り切れ、Amazon、350円、だったぜ。ちなみに、説明書付きの値段は見つからなかったので、ソフトのみの値段だぜ。それでも安く買えたわね。ああ、しかも今日、メルカリで箱のみを400円で購入できたから、590円で箱説付きになるぜ。ちなみに箱説付きだと、1500円ぐらいするぜ。おお、それならかなり安く購入できたことになるわね。ああ、これはラッキーだったぜ。8本目は以上だぜ。いよいよ次がラストだぜ。Wii用ソフト、メトロイド、アザーM、箱、説明書あり。購入金額は、税抜きで490円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、1050円、Amazon、1549円、だったぜ。これも結構安く購入できたわね。ああ、そうなんだけど、外カバーが欠品しているんだぜ。ちなみに、外カバーがあるのは知らなかったぜ。まあ、プレイはできるしいいんじゃない。まあ、そうだな。それに、比較的美品だったからよかったな。以上が、ゲオスーパーセールで購入してきたものだぜ。今回は結構な数を買ったわね。ああ、いろいろと安かったからな。ゲオスーパーセールでは、ゲームボーイアドバンスソフトが狙い目ってことが分かったぜ。もしこの動画を見てくださっている人は、よろしければ参考にしていただけたらと思います。まあ、今回はセールが終わってしまったけどね。そうだな、次回のセール時にでも思い出してもらえると幸いだぜ。ただ、ゲームボーイアドバンスソフトを置いてる店が少なくなっているので、置いている店舗がある方はラッキーだぜ。以上、ゲオでの購入品紹介でした。動画で気になった点や、改善点などを、お気軽にコメントいただけたらと思います。ウプ主のメンタルは、豆腐を通り越して、にがりのレベルですので、お手柔らかにお願いいたします。最後に、よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくです。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。した。